はいどうも皆さんこんばんは、ぶちゃです。本日はエレメント 3D で見栄えのいい文字の作り方ということで、こちらを紹介していきたいと思います。まあ、以前にですね、こう V の質感アップの動画をアップしたんですけれども、まあ今回はですね、質感アップもそうなんですが、文字のこう重ね方だったり、レベルの付け方だったり、まあ厚みの出し方とか、まああとはなんでそうしなければいけないのかっていう、まあロジックみたいなものも少しお話ししていければなと思います。よろしくお願いします。では早速行ってみましょう。ぶちゃび。はい、ということでこちらが今回作る文字になります。フォントでしたり、あとパスになっているっていうのは前回の動画でお話ししていますので、割愛させていただきたいと思います。まあ、簡単に言っておきますと、すでにこうパス化されているというのが前提になりますので、こちらを知らない方は、ぜひ前回の動画をご覧ください。はい、そうしましたらこちらがエレメントの画面になります。結論から言ってしまうと、フェイス面が勝負だと思います。フェイス面っていうのはこの文字の表面のことですね。今回はそこを中心にお話ししていこうと思います。でその前に今一応厚みのところなんですけれども、まあ、前回もお話ししたんですが、まあ、パスごとの厚みっていうものがございまして、まあ、一番広いパスですとこういった穴がないような部分ですね。まあ、こういったらもうシンプルに押し出して、まあ、ベベルもベベルサイズが 2.5 とか、まあ、いわゆるもうこういう風に少し丸くしたとか、もうほんとその程度ですね。それ以外はやってないんじゃないな。これゼロに多分戻すと、パスをパーンと押し出したような、もう本当にシンプルなものですが、まあ、これをこう、適度に上げていると。特に変わったことはやっておりません。他のものに関してもそうですね。例えばこちらの金色の縁。これも単純に押し出したものに、先ほどのようにベベルを少しつけていると。いう以外は特段変わったことはやってないです。まあ、気をつけていることとしては、表面の色が金であれば、その金を目立たせるために黒い縁で囲ってあげるっていう、まあ、そういったこう色を少し差をつけてあげるっていうんですかね。金を目立たせたいっていうことですので、割合が多くなってしまえばしまうほど、なんか印象として薄くなってしまうのかなというところで、まあ、味付け的に金を一層挟んでるだけで、他は基本的には黒がベースになってます。で黒も全部ツルツルだと面白くないので、まあ、たまにこうちょっとマットな黒を入れてるですとか、まあ、ベベルを全部丸くじゃなくてこう逆反りするような感じですね。はい、こういったものを入れてるとか、まあ、この辺はやってますが、まあ、ぶっちゃけ適当ですね。なので、まあ、厚みの部分は、まあすいません、ぶっちゃけ特に言うことはないので、フェイス面のお話を中心にやっていこうと思います。ぶちゃび。はい、それではですね、フェイス面の方を解説していきたいと思います。一応モデルを2つ用意しましたので、切り替えながら説明していきます。こちらがですね、完成品のものになります。でこちらのグループ1の方、解説用のものになりますが、こちらの一番後ろにあるものっていうのが、まあ、僕はプレートといって、まあ、台座の役割をするようなものですね。まあいわば適当なものを配置してます。でこちらはさほど重要ではなくて、見栄えするっていうのは結局何を、じゃあ人は見るのかって言ったら、文字を読む時っていうのは、まあ、文字の表面を一番目にするわけですよね。なのでこの表面をいかにこだわるかというのが、やっぱり文字を魅力的に見せる一つのポイントだと思ってます。やってることはそんなに難しくないと思ってます。はい、黒い文字がこうあります。そしてその上にぶっ刺さる金があります。でこの金文字っていうのが一番目に入る部分になりますね。この表面っていうところの、このまっすぐパーンとまっすぐになってしまっているこの平らな面、まあ、ここを軽減したいので、ここに刺さる縁、これですね、これです。でこれはどう作ってるかと言いますと、ベベルアウトラインっていうものがあるんですよ。まあ、いわゆるパスのアウトラインの方にだけ縁を作るっていう機能ですね。まあ、これエレメント触られてる方だったら知ってると思うんですけども、まあ、こちらを使っているだけになります。でこうやって縁だけにしたものを上からこう重ねるわけですね。で重ねる時に全く同じ大きさですと意味がありませんので、少しだけ細くしてます。という風に少しだけ細くすることで、ここが2層になるわけですね。でこの先ほど言ったこの平ら感がだいぶ軽減されるかなと。これはですね、まあ毎回やってますね。やっときゃ間違いないみたいなところがありますので、まあこれは毎回やってます。ただこの深さは変えてますね。ライトを当てた時に、ここの面が
こうギラッと光る、このエッジが光るっていうことになりますので、このフレームっていうんですかね、まあ、もうとても大事だと思います。もうこれがあればほぼ完成だといいんじゃないでしょうか。ただ非常に破綻しやすいところですので、まあ、こういった筆文字のコア、こういうところは非常に危ないですね。こう破綻寸前のところまで来てます。もしくはちょっと破綻してるかもしれませんね。あとこういうところですね、ここいらないよねっていうことがありますので、その場合はここのパスを取ったものっていうのを別個用意してあげる必要があるんじゃないかなと思います。今回はやってませんね。でここがですね、僕的には結構ミソかなって思うのが、この黒い縁ですね。最後の先ほどの金の縁よりこうして回り細くしたもの、これをここに刺すんですね。そして刺してこの内側にこうやって刺してあげます。なんでこれをやってるかというと、視認性が上がるからですね。まあ言ってしまったらですね、もう影の役割みたいなもので、僕的には結構ブチャテクと言っていいんじゃないでしょうか。自分は特に誰にも教わることなくこれは考えたつもりではあるんですけれども、じゃあ一回ですね、最後のこの縁がどれぐらいの効果があるのかというのを見ていきたいと思います。ブチャビ、はい、それではですね、これは先ほどの黒縁がないものですね。これでこう見ると、まあ、こんな感じです。で一回スクショを取ります。今これ F5 を押して比較をしてますが、これが黒縁がある状態、これない状態ですね。ある状態、ない状態、ある状態、ない状態ということで、内側の黒縁を入れることによって、まあ、人工的に影をつけ、まあ、影っていう言い方おかしいのかもしれませんが、まあ、浮き上がらせているので、これはですね結構視認性を高める上で大事だと思います。で視認性をじゃあ高める、まあ、いわゆる文字を読みやすくするっていうことなんですけれども、僕がこの時気をつけているのは、結局はこうシルエットを捉えられるかどうかということをすごく重要視してます。シルエットを捉えるっていうのはどういうことかと言います と、文字を読んだ時のこの大まかな形ですよね。これがないとパッと見た時に極みっていうシルエットが捉えづらいんですよね。なので、まあ、この黒い縁を入れることによって、この極みっていう文字のシルエットをなんとなく読みやすくしたかったと。やっぱ黒と金っていう色の差があることによって、まあ、こう浮き立たせる役割になってますので、まあ黒っていうのは非常にそういう意味では使い勝手のいい色だと思います。ブチャビ、はい、そうしましたら今度はこのライトをつけていきます。まあ、こういったライトですね。はい、こういったライトがついております。まあ、とにかく意識するのはこういうエッジを立たせるところだよというのを重点的にやりました。まあ、こういった下のこうツヤ感ですよね。こういったツヤ感でしたり、こういったエッジですよね。まあ様々な角度から当ててみて、もうとにかくこういうところに白い光がパチッと入って、まあ、ギラッとするような、まあ、こういうライティングをしてあげるといいんじゃないかなと思います。まあ、正直ですね、見た目合わせでやってますので、まあ、そんなにこう正しいライティングの知識とか、そういったものは特に意識せず、平行ライトを当ててかっこよくなったらそこで止めるみたいな、まあ、そういった感覚で最初はやってしまって大丈夫だと思います。で仕上げになんですが、嘘ライトみたいなものを作ってます。どうやってるかと言いますと、このショーというところですね、まあ、これ普通コンポジットなんですけれども、ここをスペキュラーにして、光の反射が入っているところだけを抽出することができるんですね。さらにレンダーセッティングのライティングの、ここのアッドライトですね、あとアディショナルライト、あとこのローテーションの部分ですね、ここをいじってます。なのでこちらを、まあ、ダークとかにして、でその環境マップだと思われるものを覚えてぐる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 回すことによって、エレメント内部でセットアップされたライトというものがございますので、エッジの部分にハイライトをつけて、まあ、ツヤ感を出すということをやっております。ちょっと味付け程度にという感じでやってます。この時、まあ、気をつけてることなんですが、このフェイス面のゴールドのところがこうやってくり抜けているじゃないですか。こういった風にですね、でこれどうやってるかと言いますと、ここですね、本来はこのような形になってたんですが、エレメントに最初にこのマットシャドウっていうマテリアルがあるんですよ。これを割り当てるとどうなるかと言いますと、こんな風にマットで抜かれると言いますか、
こういったものができるようになります。フェイス面は視認性っていうのを落としたくなかったので、光が入ってしまうとこう一気に読みづらくなってしまうっていうのが嫌だったので、フェイス面以外をいっぱいライティングをするというふうな考えでやってました。この金色の見た目をキープしてほしいところっていうのには影響が出ませんので、このようなテクニックを使っています。ぶちゃび、はい、そうしましたら今度質感なんですけれども、もしかしたら気づいてた方もいるかもしれませんが、なんかこうザラザラした質感、これどうやってるかと言いますと、テクスチャーを使っているんですね。そうしましたらテクスチャーの説明なんですけれども、ちょっとわかりやすくするために画面を用意しました。まあすごいことになっちゃってますけれども、これもですね、以前ツイッターに上げたんですけれども、アフターエフェクツにはですね、セルパターンというものがございます。そうするとなんか多少面白い模様っていうのが作れまして、まあ、今回はこのテクスチャーを作って、でこれをぐーっと小さくして、すごい目の細かいものをテクスチャーにしました。でこちらをですね、アフターエフェクツのカスタムレイヤーのカスタムテクスチャーズマップですね、カスタムテクスチャーズマップにこうやって入れてあげます。そうしましたらこのマテリアルのセットアップの方でノーマルバンプっていうものがここにあるんですね。はい。で、先ほど設定したカスタムレイヤー2をここに入れてます。で、ポイントとしてはこれノーマルバンプが本来は入っている方が、まあ最適というか正しいので、青紫っぽい画像なんですけれども、ノーマルマップとはまた別にですね、バンプマップと言われる白黒の縦方向だけの情報っていうものも、まあ、CG の世界にはあるんですね。でそれを使っても十分デコボコ感というものは表現できますので、そのコンバートバンプ、いわゆるノーマルマップじゃなくて、これはただの白黒の画像だよという時はこのコンバートバンプっていうものにしてあげると、まあ、いわゆるこうチェンジできる計算処理を変えることができますので、まあ、今回はそれを使ってます。これをやらないとちょっとおかしくなっちゃいますね。まあ擬似的な凹凸っていうものを作ることができると、まあ、そういったことをやってます。強いと全然こんな気持ち悪い感じになってしまいますので、今回はもう本当味付け程度にノーマルバンプのところ 1% とか 2% とか、もう本当に光が入ったら見えるかなぐらい、でも透明から見た時にはツルツルに見えるねみたいな、まあ、その程度に抑えました。これはかなり、弱めに入れてあげることがコツなんじゃないかなと思います。で、まあ、大体のものですけれども、その絶対質感っていうものが大体あります。例えば本当に綺麗な鉄板でも金属加工されたものですから、年輪のようなものがあったりだとか、ものっていうのはですね、必ずと言っていいほど質感があるんですよ。ガラスで言っても指紋があったりだとか、ホコリがあったりだとか、傷があったりだとか、この世のものに、すごい綺麗すぎるものっていうのはほとんどありませんので、やっぱり CG っぽく見せない、いわゆる自然物っぽい、自分たちが見たことあるよねといったものに関しては、まあ、多少質感がある方がいいと思います。本当に研磨された宝石とか、まあ、そういった表現の時にはツルツルでもいいと思うんですけれども、まああくまでその金属とか重みとか、まあ、いわゆるこう歴史を感じるようなものっていうのに関しては、まあ、多少それ相応のこう汚しっていうものだったりだとかを狙って入れてあげないと、いわゆるこう CG っぽいよね、安っぽいよね、なんか嘘くさいねっていうものになってしまいますので、まあ、これはわずかながらでも入れてあげるっていうのは大切だと思います。ぶちゃび、はい、ということで見栄えのいい文字の作り方紹介してきました。文字の立体化で自分が難しいなと思うのは、文字っていうのは本来読めるっていうことが大前提にあるんですけれども、まあ、有機技の場合かっこいいっていう要素も当然必要になるんですね。かっこいいものってやっぱちょっと崩れてるんですよね。形がぐわーっと崩れてる、特に筆文字なんかそうですよね。でさらにここに立体っていう情報量を入れて質感を入れてってやると、このかっこよさは上がるんですけど、結局こう読みにくさもガーッと読みにくいっていうようなことになってきちゃうんですよ。さらに遊戯機にはここにエフェクトが挟まったり何だったりっていうのがものすごい情報量が足されるので、どんどん読みにくくなってくるんですけど、本来であれば読ませたいよねっていうことが大事になるので、まあ、ここのシーソーゲームなんですね。ここの間を取るっていうのが結構難しいんですけれども、まあ、先ほど言ったように大まかなシルエットさえ分かれば人間っていうのは結構文字読めますんで、フェイス面のこの縁っていうのをちゃんと取ってあげるとか、黒い、まあ、ここだよ、ここ境界線だよみたいな、
目に入るようになるべくしてあげるっていうのを意識するだけでも、かなり文字のこの視認のしやすさっていうのは上がっていくんじゃないかなと思います。まあそこだけ光ってるとかね、まあ、ネオン管なんでまさにそうですよね。ですので、まあ、そういったところで気をつけて、こうギラギラにかっこよくしながらも、まあ、読みやすい文字というものを作っていただければなと思います。うちゃび、次回はですね、さらにこれをですねエフェクトを持ってギラギラに盛り付けてということをやっていきたいなと思いますので、そちらも興味がありましたらご視聴いただけると大変ありがたいです。では最後までご視聴いただきましてありがとうございました。またねー。